JTB の経営理念というのは、地球を舞台に人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献すると。旅行する人それぞれの地域、この交流が持続的に続いていくという社会を作っていきたい。パーソナライズの先にあるウルトラパーソナライズ、過去に取ったデータを分析するだけではなくて、お客様が今どう感じておられるか、リアルタイムにしっかり感じているような仕組みを作っていく必要があるんじゃないかなと。 YouTube の動画だったり、もしくは Instagram だったり、これいいな、そこからお客様が選んだチャンネルに自然につながっていく。電話の向こう側であろうが、店舗側でも、お客様の感情の高まりみたいなものがしっかりつかめているので、お客様だけの旅を一緒に作り上げていく。なかなか旅中で接点を持つということがこれまで難しかったです。セールスフォースと連携をして、自治体、DMO、そういったところに情報を一元的に集めていくことによって、地域全体でのおもてなしを実現することを JTB としてお手伝いしたいというふうに思っています。数百メートル先にこんなイベントがありますよですとか、新たな人の流れを生み出す宿泊、交通機関、飲食、お土産物屋さん、その日その時その場所でまさにその人が欲しているような情報をこちらからお届けする。データをもとに様々な観光資源の開発をやったり、ルートを作っていったりだとか、現地が持続的に発展していくような仕組み作りをしていきたい。天空ヨガをやっているヨガインストラクター、ちょうど天気もいいんで募集してますっていう情報が届き、とても素敵な交流が生まれて、旅行が終わった後もコミュニケーションが続いてるっていうような世界。 JTB のもともとの強みは人の力である。デジタルの力を使うことによって、瞬時に好事例の共有を行ったり、比較の磨き上げを行ったり、そういったことが実現できる。社員と社員をつなぎ合わせたり、お客様と地域をつなぎ合わせたり、分析によってさまざまな可能性を広げていくツールがたくさん揃っているということで、セールスフォースなくてはならないパートナーだというふうに我々思っています。つなぐつなげる、未来の観光そして感動を実現していく。ONE JTB でしっかり頑張っていきたいなと思います。